こんにちは、髪の毛の方を少し切りに行きたいなと思っていて、まあ、色とかはもうカズさんに染めてもらってバッチリな感じなのいいんですけど、ちょっと毛量がだいぶ気になってきたので、まあ、実際に疲労感はあったんだけど、まあ、ちょっと軽くやった方が、僕的にはまあいいかなと思って、まあ、実際に今日は体軽いし、昼過ぎかにね、まあ、監督と一緒にちょっとお話ししたんですけど、まあ、考えてるのが、まあ、こっちで、5月とかに開催される、まあ、大会がありますね。で、まあ、なんかそこにこう日本のチームであったり招待できたらめちゃめちゃいいよねみたいな話はしてて、まあ、数人とかであれば、まあ、日本にね、日本から何人かの選手が来て、こっちでね数週間体験するっていうのもすごくいい体験にはなるのかな、いい経験にはなるんじゃないかなと僕は思ってて、まあ、あくまでももう あの育成の年代、なぜならなんかまあ正直いろいろ大人のカテゴリーで留学がどうとかいろいろねあると思うんだけど、僕はもう今選手で今正直あんまり興味はない、その大、そうじゃなくてプレーにしっかりやりたい、プレーをしっかりやりたいってのもあるんだけど、将来のある選手たちとかに対してはなんかそういうことができたら、こうスペインのサッカーであったりとか、まあ、外国の人と触れ合うっていうのもすごくね、いい経験にはなるし、人生経験にはなると思うから、でサッカーが一つの言語にはなるからね、ことも体験してくれたらもっともっとこの今後のサッカー人生に幅が広がるんじゃないかなとは考えてます。なのでまあちょっとそんなことを、監督とね一緒にちょっと話し合いました。まあ、まあ、どんないろんな人にこう話してみて協力してもらってみて、まあ、いろんなことを踏まえて、そういうことがねできていけたらいいなとは思ってる感じではあります。ただこれは始まったばっかなので、これがは、どん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 進んでいくのか、それとも終わってしまうのかっていうのはまだわからないという感じになります。まあ、そんな感じで今日の一言いってみたいと思います。ではまた。